来たな。では早速特訓の続きだ。今日は切り口を変えてみる。この場所で他の兵士がしている雑談を聞き取り、逐一俺に報告するんだ。それはよかった。ならばゲルガ、お前たちも同じように聞き取って報告してくれ。え、なんで俺たちまで。ミケにも考えがあるんだろう。やるしかないよ、ゲルガ。集中しすぎて頭痛が。ミケさん、何か分かりましたか。ああ、こいつとお前らを比べてみて確信した。どうやら特殊な力の正体は、細かい音まで拾うことができる超人的な聴力だ。は？ミケ、仮にそれが正解だとしても、巨人との戦いではあまり役に立たないんじゃないか。いや、そんなことはない。いくらでも使いようはある。今までより情報の伝達がはるかに容易になる。いや、支援団を使えばいいじゃないか。確かに状況によっては口頭伝達の方がいいけど。とにかくこれでお前がどういう力を持っているかは分かった。あとはその力をどう生かすかだ。頑張ってくれ。私らがイアンやミタミの死に心を痛めておることは承知しておるが、乗り越えてもらうしかない。しかしあまりにも不確かな作戦で部下に命まで投げ出させることは。お主の言いたいことはわかる。全ての罪はわしにある。彼らは勝手に死んだのではない。わしの命により死なせたんじゃ。この先も人類が生きながらえるためなら、わしは殺戮者と呼ばれよう。いや、私も司令を責めるつもりは申し訳ありませんでした。ピクシス司令、この先も我々はあなたの決断を信じてついていきます。心強い鼓動じゃ。今日はもう下がって休んでくれ。さて、待たせたの。で、その後どうじゃ。超絶美女の巨人を見かけることはあったかの。巨人がおるならば、超絶美女の巨人がおってもおかしくないんじゃがの。まあ、見つからなかったとて気に病むことはない。そう簡単に見つかるとは思っておらん。なんせ長年巨人と向き合ってきたわしでさえ一度も見たことがないんじゃからの。じゃが、お主ももし超絶美女の巨人がおるのなら、死ぬ前に一遍見てみたいじゃろう。ならば奴を見つけるその日まで、お主は死なぬようにしてくれよ。わかったな。
ると聞いている。待っていたよ。絵を描いてきてくれたんだな。どうだ、うまく描けたか。おお、それは楽しみだ。とにかく見せてもらおうか。うん、よく描けているな。まさしくエルヴィンの言った通りだったな。君は実に絵がうまい。芸術の域に達しているよ。激戦を終えた兵士たちの様子がよく伝わってくる。倒した巨人たちの不気味な姿もな。君のことが気に入ったよ。いつか私の芸術作品を見せてあげてもいい。そうだ、見たらきっと感動することだろう。とはいえ、その作品の完成は私の夢が叶った先にある。着々と準備は進めているが、まだ時間がかかるだろう。私の作品を君に見せられるその日まで、お互い生き残れるよう最善を尽くそうではないか。手間をかけてすまなかったな。これからの君の不運を祈っているぞ。サボってんのか。真面目なやつだな。調査兵団の任務はきついから、休めるときに休んどかねえとな。でも任務がない日は訓練兵団にいた頃よりも気楽かもしれませんよ。教官がいないですし。それは言えてるな。俺なんてキース教官は巨人の次に恐ろしいんじゃねえかと思ってるくらいだ。誰が巨人の次に恐ろしいんだ、スプリンガー。あ、えい、お久しぶりです。じゃあ俺たちこれから自主訓練があるんで。な、サシャ。そうなんですよ。あ、もう行かないと。教官、失礼します。あいつらは相変わらずか。おい、他の104期生も元気でやっているのか。そうか、それなり程度でちょうどいい。常に緊張感を持っていなければ兵士は務まらんからな。しかしあの二人を見ているとどうも不安だな。どんな困難な状況であれ、兵士なら逃げ出すべきではない。訓練兵団を卒業してたるんでいる者がいないか様子を見るとしよう。
貴様ら調査兵団に入ったそうだな。調子はどうだ？この先もその元気が続くといいがな。ジャン・キルシュタイン、貴様は憲兵団志望で成績も10位以内だったはずだな。はい、そうですが、今何をすべきかを考えて自分で決めました。そうか、アルミン・アルリルト、貴様はなぜだ。技巧に進むものと思っていたが、外の世界に出るのが僕の夢でしたから。貴様はなぜ調査兵団を選んだ。なるほど、親の仇というわけか。理由はそれぞれのようだが、目指すべき目標があるなら、その信念だけは絶対に曲げてはならんぞ。だが半人前のままでは目標を叶える前に死ぬのがオチだ。まずは兵士としての経験を積み、腕を磨け。近く調査兵団では壁外任務が予定されているはずだ。全力で臨み、己の成長の糧にすることだ。出撃する。私も同行する。3年間の訓練の成果を見せてもらうぞ。いいか、兵士たる者、いかなる状況にも柔軟かつ冷静に対処せねばならん。厳しい訓練を耐え抜き、実戦経験も積んできた貴様ならできるはずだ。
死にかけたぜ。なんとかできてよかった。
とも気を緩めてはならん。次に何をすべきか常に考え、行動に移せ。兵士は即断即決を求められる場面が多々ある。そのことを普段から心がけておくようにな。任務を無事に終えられたな。戦果も上々だった。貴様は実戦でこそ本領を発揮できると見ていたが、やはりな。だが油断はするな。壁外ではいつも死と隣り合わせだということを忘れてはならん。これからの働きに期待している。化け物をよく切り札なんて言えたもんだな。つうか、なんで化け物が街中を好き勝手歩いてんだ。危ねえだろ。ちょっとやめなよ。そいつが怒って巨人化したらどうするのさ。やべ、やっぱ聞こえてたか。なんだよその目。ああ、化け物のお友達も化け物ってか。おい、行こうぜ。こんな奴らを相手にしてたって仕方ねえだろ。なあ、お前には俺がどう見えるんだ。ありがとな。何を迷ってたんだ。なんか吹っ切れたような気がするぜ。そうだよな。誰に何と言われようと、俺は俺にできることをするしかねえんだ。そしていつか必ず巨人を駆逐して外の世界に行く。やってやる。私の話をするのにも慣れてきた。今日も私の話を聞いていく。それとも私があなたの話を聞くのでもいい。じゃあ今日はエレンが泣いていた時の話をしよう。話してしまったけど、あの時エレンに泣いていたことは誰にも言うなと言われていた。私は兵士になってから狭い兵舎の中でエレンやアルミンの心配ばかりしてきた。だけどあなたと話すようになってからいろいろなことを考えられるようになった気がする。ここにいたか。次の壁外任務だが、お前らには偵察班に加わってもらうことになった。偵察班？私たちの他に新兵は参加するのでしょうか？いや、他の新兵は本隊に加えられるはずだ。偵察班は本隊より先に出発するから早めに準備しておけ。次の任務ではエレンと離れることに。
そうなのかもしれないけど、やっぱり心配。任務を変えてもらおうとすればエレンは怒る。エレンを信じよう。やる。に集中しよう。早く片付くようにあなたも協力してほしい。ハンちゃん、お待たせしました。
で殺せ。信じてはいるけれど、やっぱり心配だ。早く帰還しよう。
任務では頑張ってくれてありがとう。思ったよりも難しい任務だった。あなたがいなければもっと手間取っていたと思う。本体もすでに帰還しているはず。私はエレンとアルミンの様子を見てくる。荷が重すぎたんだ。うまくいかなかったらもう平壇にいられないかも。ごめん。僕なりにやれるだけのことはやったつもりだけど、どうしても不安になっちゃって。気分じゃないんだけど。どうだろうね、やってみる。君も上手くなったけど、まだ僕の方が強いみたいだね。なかなか手強かったよ。終盤の握手さえなかったら僕が負けていたかもしれない。ありがとう。僕に自信をつけさせてくれたんだよね。確かに少しやれる気がしてきたかも。君もチェスの腕がどんどん上達してる気がする。お互いにいい影響を与え合えてるのかな。今まで協力してくれた君に失望はさせられない。明日の演習は必ず成功させてみせるよ。手紙の返事書こうとしてるんだけどな。真面目に書こうとすると意外とやりにくいもんだな。ところで俺は立体軌道には結構自信があるんだが、お前の目から見て他の技術はどうだ。北西周波やめろよ。分かってんだ、調査兵団で生き残りたいならもっと鍛えなきゃダメだって。お前はいつの間にかだいぶ実戦経験を積んだみてえだな。差をつけられちまったか。なあ、お前と一緒の任務に行けるよう上官に掛け合ってもいいか。巨人の討伐経験を積んでおきたいんだ。実戦慣れしてるお前がいてくれれば安心だ。リタロ。そう言ってくれると思ってたぜ。決まりだな。まあ、あんまり面倒はかけないようにするからよ。頼んだぜ。俺がやるんだ。
ことが見ちまったしよ。巨人と戦うなんて二度とごめんだと。今日これが俺たちの選んだ仕事なんだ。どうせ戦うなら徹底的にやってやろうぜ。腕を上げねえと死んじまったマルコにも笑われちまうだろうしな。作戦を始めよう。この調子だな。いざ、ベルザコ。助かったわ。ありがとう。いいってことよ。だんだん気にしているのか。わかったね。やるもんだな。Thank you.
だ。
任務は無事終了だ。お前、俺の教えた通りに立体起動できてたじゃねえか。俺もお前の戦いぶりについていこうと必死にやったおかげでだいぶ実践になれることができた。それにここでくたばるわけにもいかなかったしな。母ちゃんに手紙の返事が出せなくなる。とにかくお前がいてくれて助かった。礼を言っとくぜ。してよかったな。お、あれは。坊さん様のお兄ちゃん、あっちの調査兵のお姉ちゃんに聞いたよ。この前も大活躍したんだね。本当にかっこいいな。あのリヴァイ兵長と同じぐらい強いんだもんね。当たり前だろ。なんて言ったって俺はリヴァイ兵長の後継者。分かってるよ。いいわけないよな。ごめんな。お兄ちゃんがリヴァイ兵長の後継者なんて嘘なんだ。俺は兵長になんて全然かなわない。ただの新兵なんだよ。え？新兵なのに任務で大活躍したの？すごい！期待のルーキーってこと？友達にも教えてあげなきゃ。どうやらあの子の夢壊さずに済んだみてえだな。そういえば俺がなんで兵士になったか話したことあったか？そうだ、前は話した通り立派な兵士になって村の連中を見返してやろうと思ってたんだけど、今はよ、必死であの子の期待に応えようと頑張ってたら、なんかそれとは別の気持ちでも兵士を続けようって思えてきたぜ。おっと、まだ礼を言ってなかったっけな。一緒に任務をやってくれてありがとうよ。来たのにこうもお肉が手に入らないなんて、これじゃ元気も出ません。やっぱり例の件が解決しないとすっきりしないんでしょうか。次はどうすればいいと思います？しかないですかね。ん？あれ？ここはどこでしょうか。今私たちが森のどの辺にいるかわかりますか。迷ってしまったようですね。まずいですよ、これは。方角がわからないまま動くのは危険です。森舐めたら死にますよ、あなた。もし森の奥に入り込んどったら凶暴な獣がいてもおかしくないんやから、ここは注意して進まんと。あっちの方向に日が沈んでるっちゅうことは方角がこうやから、よし、
りが遅いから心配したぞ。大丈夫だったのか。もちろんやってけど、私が無理で迷うなんて、おばけねえことをしてもうた。ちゃんとせんといかんね。あ、無理で迷ってしまったんですが、なんとか抜け出せました。心配をかけてすみません。おい、また人の目を気にして敬語に戻る気か。くだらねえな。自分の言葉で話せって。サシャの故郷の言葉初めて聞いたけど素敵だと思うよ。ありのままのサシャの言葉なら私はどっちも好きだから。ちょっと驚いたけど、さっきの喋り方もいいんじゃねえか。同期にまで無理して敬語で話すこともないだろ。うん、これからは徐々に慣れるようにしてみま、してみる。押せんなよ。まあいい、お前あそこにいる憲兵に話しかけて注意を引いてくれ。はあ、お前まだ私に恩を返しきってないだろ。つべこべ言わずにやれ。何か用か、シンペ。この音は。なんだお前は。待て、逃げるな。あ、おい、君大丈夫か。待て、あいつに逃げられたじゃないか。お互い捕まらずに済んだみたいだな。いや、危なかった。いや、お前を巻き込んで正解だったぜ。あんな機転が効くとは思ってなかった。まあ、礼は言っておくよ。お前のおかげでうまく逃げられたんだからな。私は今頃どうなっていたことか。ありがとうございました、兵士さん。夫を救ってくださって。それに、お姉ちゃんたちがよく遊びに来てくれたから、私もお母さんもすごく励まされた。二人とも本当にありがとう。これで
一安心だね。今までいろいろ迷惑かけちゃってごめん。来るのが遅いぞ。クソでも長引いたのか。まあいい、俺からの指導は今日で終わりだ。だが最後に一つお前に尋ねておきたいことがある。お前はなぜ命を張ってまで巨人に挑む？なるほどな、お前の怒りは間違ってね。だが壁の外は地獄のような世界だ。それでもお前はその目的のために戦うのか？俺はこれまでに死んでいった仲間に何度となく誓ってきた。必ず巨人を絶滅させると。俺にはあいつらが命を落としてやろうとしたことを果たす義務がある。お前も同じだ。戦場で生き延びた奴の命はもうそいつだけのものじゃねえ。死んでいった奴らの思いを、お前の命を無駄にはするな。神兵には荷が重いだろうな。頭の隅にでも留めておけ。お前らへの指導は今日で終わりだから、何かあれば暇を見て手を貸してやってもいい。せいぜい今後も訓練に励め。死なねえようにな。できる材料が揃う。ああ、これは私たちの研究をみんなに認めさせるいい機会だ。しかし、よかったのかい？今回の任務はこの間の捕獲任務よりさらに難しい。およそ新兵向けとは言えない。一歩間違えば巨人に食べられてしまうかもしれない。部下をつけることもできないし、やめるなら今のうちだよ。そうか、ありがとう。君は私の自慢の助手だ。さて、出撃まではまだ時間がありそうだが、せっかくだし改めて巨人研究の意義を君に伝えておこう。調査兵団は巨人に奪われた自由を取り戻すため、そして人類をこの恐怖から解放するために戦い続けている。しかし巨人との戦いにはどうしたって犠牲がつきまとう。これまでも数えきれないほど多くの仲間が死んでいった。人類のために命を捧げた同志たちに報いる方法は巨人に勝利すること、ただそれだけだ。だからこそ私たちは巨人の研究をする。巨人に勝つために、仲間たちに報いるために。だからあ、そうだね。よーし、
腕が鳴るってもんだよ。さあそろそろ戦闘準備に移ろう。やってやろうじゃないか二人とも。研究は成功だ。あ、だからといって君は無理しないでね。リヴァイたちに怒られるのはゴリゴリだし。そっちに強い巨人がいるのかな。できないから。Thank you.
方が優勢だな。このまま押し込もう。ありがとう、助かった。気にすんな。皆さん、何頼みます。分かったぜ。くらえ。こっちに強い巨人がいるのかな。逃がしはしないわ。必ず追い詰める。ここで殺す。
きれないほどの肉が手に入るのに。せいぜい頑張れ。バルボニモブリッド、それから君もよくやってくれた。しばらくはゆっくり休んでと言いたいところだけど、そうも言ってられないよ。まだ今回の戦果をまとめる仕事が残ってるからね。君にも助手として手伝ってもらうよ。それが終わり次第、みんなでパーッと祝勝会と行こう。さあ二人とももう少しだけ頑張るぞ。してくれて助かったぜ。戦果もバッチリだ。今まではよ、巨人を目にするたびカルラを食った巨人に出くわした時の恐怖が頭をよぎってたんだけど、今度こそ俺でも戦えるって気になってきたぜ。
お前のおかげだ。俺は二度と巨人から逃げたりしねえ。エレンたちに失望されるのはもうごめんだからな。そうだったらいいんだけど。だが何より俺が俺自身に失望してたんだよ。とにかくこれであとやることはカルラを食った巨人を見つけ出してぶっ殺すことだけだ。あいつの顔は今でもはっきりと思い出せる。忘れはしねえよ。気持ちは嬉しいが、これ以上新兵のお前に面倒をかけるわけにはいかねえな。今の俺ならあいつに十分立ち向かえるはずだ。もしあったら必ず。おっと、今回の件改めて礼を言っとくぜ。ありがとな。もし何かあったら次は俺を頼ってくれ。一応駐屯兵団の部隊長だからな。力になれることがあればいつでも言ってくれよ。何か提案？意見があればいつでも。